まさか修学旅行に参加させないとは思わなかった。あの男は父親だと思って除外してたけど、そうか、一番近くに危ない奴がいたなんてね。これからドライブに行こうか。3日間ずっと家に閉じこもりっぱなしで退屈だっただろう。そろそろ外の空気でも吸いたいんじゃないかと思ってね。昼間は人目があるからあまり外出はできないけれど、このくらいの時間なら少しは大丈夫だろう。さあ支度をして。あ、直弘には内緒だよ。物音を立てないようそっとね。こんな時間に車。父さんどこかに行ったのか。ん？待てよ。まさか。開けるぞ。やられた、あの男。クソクソ。どこに行くかって？海にね、行こうと思うんだ。そう、夜の海。真っ暗で景色は期待できないけど、波の音や潮の香り、砂浜を歩くだけでも海は堪能できるんじゃないかな。ん？誰からだい？直弘？やっぱりね。もう見つかったか。ああ、出ていいよ。感情的になっちゃって大きな声だね。こっちまで筒抜けじゃないか。僕に黙って出て行こうとするからだ。その男と一緒にいたら何をされるか分かったもんじゃない。今すぐ車から降りるんだ。うるさい。僕が迎えに行ってやる。これ以上二人きりの時間を邪魔してほしくないかな。ただでさえ家で散々邪魔されてるんだからね。仕方ない。貸して。もしもし。大きな声を出さなくても十分聞こえてるよ。隣に座ってる私にもはっきりとね。どこにいる？どこだろうね。当ててごらん。まあお前にはわからないだろうけど。そんなことしていいと思ってるのか。そんなことって？これは娘をドライブに連れて行ってるだけだよ。何もやましいことなんて。嘘だ。嘘じゃない。ちゃんと気分転換したら帰るよ。それにまだその時期じゃないからね。絶対に帰ってくるんだな。ああ絶対だ。はい、携帯。さて、直弘も帰りを待ってるみたいだし、早く行こうか。夜の海はどう？めったに来ることがないから、新鮮だろ。でも怖い
そうだな。空も海も真っ黒に染まって、どこまでも深い闇が続いていく。本当に吸い込まれてしまいそうだ。このまま吸い込まれてみるのも面白いかもね。こうやって二人で手をつないでさ、何かに導かれるみたいに沖へ向かって歩いていくんだ。ゆっくりと一歩ずつね。逃げないで。大丈夫、この手は死んでも離さないよ。受水はね、苦痛が伴うのは最初だけで、その苦しみがだんだん麻痺してくると、これ以上はやめておこう。気分転換に来て怖がらせるのもかわいそうだしね。さあ、そろそろ戻ろうか。直弘も待ってるしね。眠ってる。道理で静かだと思った。だが父親だからって安全に思われてるのも少し複雑な気分だね。私なんて初めて会った時から、いや、これはお前が起きてる時にいつか必ず。お、携帯の電源を入れないと。もうメール、直弘だけでこんなに。見る方も大変だってこと少しは考えてるのか。絶対に帰ってこいよ。あいつに何かあったら承知しないぞ。全然信用されてないな。絶対って言ったのに。メール、また直弘から。あんなにメールしたんだからもう十分。このまま帰ってこないつもりじゃないだろうな。そんなことしたら許さない。一生お前を許さない。あいつは僕のだ。お前になんてやらない。まったく笑いしか出てこないじゃないか。これは宣戦布告と受け取っていいのかな。もう我慢しないでいい、そういうことか。